ミニットマン、LGM-30 ミニットマンは、アメリカ空軍の大陸間弾道ミサイルであり、核弾頭を搭載した戦略兵器である。名称は、アメリカ独立戦争における民兵、ミニットマンに由来する。アメリカ空軍における、最初の本格的な固体燃料、ロケットエンジンを搭載した量産型 ICBM で、三段式ロケットによって、 最大速度時速2万 4000km を誇る。一時は爆撃機系統の記号として B-80 が付けられていた。アメリカ空軍で運用されている大陸間弾道ミサイルであり、戦略爆撃機及びアメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイルと並び、戦略核攻撃能力を担っている。冷戦の終結、核軍縮などにより後継となるはずであった。 ピースキーパーが2005年に退役した。そのため、1950年代に開発が開始された古いミサイルであるが、2009年時点でも配備、運用が続けられ、少なくとも2020年頃までは運用される計画である。搭載核弾頭については更新、改良が続けられ、長期配備に際しての安全性が考慮されている。先行して開発が進められていた。 大陸間弾道ミサイルであるアトラス及びタイタン I は液体燃料ロケットであった。酸化剤に液体酸素が用いられており、発射直前に酸化剤注入の必要があり、速応性に問題があるものであった。タイタン I から改良が施されたタイタン2では、ハイパーゴリック推進剤を使用し、速応性に優れたものになったが、使用されていた。 水薬である4酸化に窒素及びエアルジン -50 は取扱いに最新の注意を必要とするものであった。このため取扱いを誤り燃料漏れを起こして作業員が死亡する、あるいはロケット本体が爆発するなどの事故を起こし、アメリカ軍は固体燃料を使用した大陸間弾道ミサイルの開発を推し進めた結果、タイタン2などの液体燃料ロケットの退液を 早めこととなった。1950年代半ばから開発開始されたミニットマンは即応性を高めるために固体燃料ロケットを用いている。固体燃料のため燃焼制御技術の開発が必要であったが、アトラスやタイタンより小型軽量かつ安価なものになった。すなわちアメリカソ連でそれまで用いられていた弾道ミサイルは全長30メートル内外、 重量100トン前後という巨大で高価なもので、特に初期の形式では発射直前に燃料を注入せねばならないなど、著しく即応性を欠くものであり、また電波による初期誘導を行う方式であったため、前段発射に長時間を要した。ミニットマンの死者は1959年に開始され、1962年に初期型である I 型が開発、配備された。I 型は、 W56 または W59 核弾頭搭載の単弾頭ミサイルである。1965年までに800発が配備された。1965年には改良型の通型が開発、配備されている。通型は1962年に開発開始されたものでエンジンや誘導装置などが改良されている。これにより射程が伸び、セップ。 半数必中回も向上している。最終型の3型1970年に開発、配備されている。I 型、改良型の2型は単弾頭であったが、3型ではマーブとなり、3個の弾頭を搭載できる。セップも 0.4km 以下となった。タイタン2型と並び1960年代から1980年代に至る。 戦略航空軍団のミサイル部隊の主力兵器として用いられていた。1990年代に退役する予定であったが、ミニットマンを置き換えるために開発された、ピースキーパーが第一次戦略兵器削減条約や、モスクワ条約によって2005年に退役したため、現在に至るも、なお現役に留まり、ワイオミング州、ノースダコタ州、モンタナ州東北中部の空軍基地にある、 ミサイルサイロに配備されている。アメリカで現役の地上発射 ICBM はミニットマンの最終型であるミニットマン3のみであり、アメリカ空軍は少なくとも2020年までミニットマン3を作戦配備に止める予定である。ピースキーパーから降ろされた W-87 弾頭はミニットマン3に1機ずつ再搭載され、単弾頭ミサイルとして運用される。ミニットマンでは 固体燃料の採用によって、大陸間弾道ミサイルであるにもかかわらず、同時期のソ連の中距離弾道ミサイルより小型軽量になり、しかも最大射程距離は1万キロメートル以上。即時発射もでき、さらに完成誘導方式によって、全弾同時発射も可能となるなど、画期的なものとなった。ミニットマン配備が開始された1962年には、 すでにアメリカの大陸間弾道弾配備数、液体燃料のアトラスタイタンが、主は200機を超え、ソ連を大きく引き離しつつあったが、その後60年代半ばには、ミニットマンの総数が1000機に達し、ポラリスミサイルの充実と相まって、ソ連を圧倒した。このほ九1974年には本ミサイルを飛行中の C-5 輸送機から空中発射する試験を行っている。 ミサイルサイロは頑丈ではあるものの固定基地であり、取得が困難であることから、奇襲核攻撃を受けた際の脆弱性は議論されてきていた。それへの対処法としてミサイル発射基地を移動式にし、その所在を発見されにくくすることが検討された。1959年10月12日に移動式ミニットマン計画が公表されている。 鉄道にミサイル及びその発射装置を搭載し移動する方式である。1960年6月20日から8月27日にかけてビッグスター作戦の名称で飛力軍基地において試験が行われた。1960年12月1日には3個ミサイル鉄道中隊からなる第4062機動ミサイル航空団が活性化された。核ミサイル鉄道中隊は 三機ずつのミサイルを搭載した十個の鉄道車列、各中隊のミサイルは30機を有する予定であった。しかし、ケネリ大統領の指示を得られず、固定サイ路方式にのみ配備することとした。1961年には予算請求を取りやめ、実用化は中止された。1962年2月20日に航空団は非活性化されている。 配備後も信頼性などを確認するため、定期的に発射試験が行われている。報道される例は、あまりないが、2018年7月31日、バンデンバーグ空軍基地から、太平洋上の目標に発射された試験を置いて、ミサイルが異常を起こし自爆処分されたことが、報道されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。